あ、どうもです。なんか動画出ないっすね。なんで動画出ないんだろう。なんでかな。なんで動画が出ないの。なんだ、すぐ始めたかったのにな。あ、もしかして、キャムツイストか。ちょっと待ってください。今設定中。なんでかな。なんで出ないんでしょうか。ああ、なるほど。そういうことか。なんか設定外れてた。これどうだ。来たね。よしよし。来たね、よしよし。はいはい、失礼しました。どうもです。おはようございます。よし。いやー、なんかもう今更だけど、生配信っていろいろと設定が大変ですね。さて、3階ですね。で、下にいるやつどうするか。右のやつ強いんだっけ。どうなんだっけ。多分なんとかなるんじゃないかと思うんだが、普通にやって大丈夫かな？倒せるね。とりあえずこいつ黙らして、上にいるやつは気になるか。水滴丸と何がいるの。上にいるやつ、あ、パコルプキンか。パコルプキンですね。また来た。なんか来たぞ。ちょっとギター入れておこう。お、こいつか。そうかそうか。2体いっぺんに倒す方法って、こういうことかな。あ、間違った。しまった。3が入ったんだ。忘れてた。忘れてた。炎を倒そうと思ったら。まあいいや。いやー、なんだっけ、あれ使おうと思ったんですよね。なんだっけ？ちょっと HP 回復するか。ちょっと嫌な因があるね。うおー。投入しようか。何がいるかだな。はいはい。こんなことしなくていいかな。普通にやって倒せそうだな、なんとなく。よし。爆弾で倒そうと思ったんですよね。一応持ってこうか、これ。27ダメージだけど、もしかすると倒せるかも、こいつを。ここでやろうか。ちょっとやってみよう。27、来た。あーっと、びっくりした。ふぅ、よかった、変なやつじゃなくて。いやいきなりいろいろありすぎなんだよ。あ、ギターこっちかな。どこ行ったかな。27ギター。あった。倒せるか。おっしゃー、ざまみやがれ。久しぶり来ました言ってふうぐらいここはじゃ、参加まで行くのはとりあえず当面の目標かなと思ってたんで、とりあえず来れてよかったですね。あ、マジマジマジ。そうね、嫌なんだけど、まあもう倒せるとき嫌だな。そう、口癖ですね。なんか、そう。口癖みたいですね。大丈夫ですね。3回の敵に勝てる。これ10回以降いけるかな、頑張れば。まあ、それまでなんかいいものがあればいいんですけども、ギター欲しいですね。ギター欲しいな。まあ、取りいけんわな。あ、水枯れがあるか。
でも水から使うかこのために。うん、水からな。よく聞きか、よく聞きいっぱいあるな。こんないらないよな。よく聞きが役に立つようなアイテムが揃ってくれればね、今以外に力を上げられるとかさ、あればいいんだけども。マルジロ、はいはい、来い。火の印いいですね、なかなか。入れといてよかったかもしれない。普段これあんまり好きじゃないんで入れてなかったんですけど、なるほどね。よしよし、じゃあ行っちゃおうか。4回、リターン。余ってきたなお金。じゃあちょっといらないものをこれと交換してこれ食べちゃおう。金ばっかりですね、落ちてるものといえば。なんだろう、パコルプキンだとか。来い、こっちに来やがれ。よし、いいぞ、倒せる。おっと、なんとかなるな。よしよし、出だしうまいこと言ったんじゃないかな。星型のツボなんだこれ。なんだろうな。なんだろう。何が出るのかとか、よく確認してくればよかったな。失敗したよ、本当に。合成だったりするかな。どうしようか。合成かもしれないから、なんか入れてみるか。変化じゃないよね。変化じゃなくて識別入れちゃまずいもんって何かあったっけ。倉庫の壺ってこのゲームあったっけ。どうするか。大兜の盾入れてみるか。とりあえず回るか。識別だったりするとラッキーなんだよね。で手封じだったりするとまた大変なことになるしな。難しいな。どうしたもんか。わらどう。あ、拾っちゃった。あ、識別の道具。やった。じゃあ、ちょっと待て。どうしようか。普通に倒せるんだよね。回数ゼロか。砂鉄とか使っちゃっていいんだけどな。こいつどうしようかな。395ビタン、これ使っちゃおうか。うわー、びっくりした。どうしようか。これと交換だな。ちょっと待て。ああ、めんどくさい。あんな変なとこ罠があるから。違う違う。特装でいいや。じゃあちょっと経験値を。あの、壺ね。壺気になるな。剣豪だった。剣豪いるんだよね。剣豪いるな。こういうところ剣豪戦いたくないな。どう考えたって後ろにマーモがいる状況では盾外すしかないよね。星型の壺気になるな。なんか変なアイテム入れなくてよかった。うまい具合に土偶があってくれてよかったよ。
なんかもう10分使ってんだけど。まあゆっくりやっていきますね。ちょっと申し訳ないけど。10回までいけるかな。手封じか。まあいらないな。まあ、使えないことはないけど。使えないことはないんだが。どうしようかな。おにぎり、余分に持ってるんだな。薬草はいらないかな。どうしようか。え、そっか、盾か。盾いらないな。これと交換しよう。よし。また降っていっちゃった。ごめんね。はいはい。おっと。意外とアイテム消費しないですね。なんか木とか使うかなと思ったんだけど。距離を取ったりするのに。大丈夫そうだな、今んとこ。なんてこと。剣豪嫌だな。剣豪嫌。お腹いる。丸吉。よし。そういえばここ店がないみたいですね。店とか行商人がいないみたい。で、押し売りっていうのがいるみたいですね。実は俺見たことないんだよな。名前は聞いたことあるんだけど。あ、ちょっとここ嫌じゃないですか。うん、嫌だね。ちょっとこいつ。見たことなかった。よし。あっと。どうしようかな。じゃ、これと交換。うわ。あ、でもこんなところかな?あとは。ギターがあった。105ギターか。よし。じゃあ行こうか。まだ今のところ、波乱という波乱がないな。ちょっと不気味なんだけど。あ、倒してこっか。少しの経験値。よし、行こう。5回。めっちゃ多いんだけど。何がいるんだろうなぁ。坊やか。マジ塩やんか。そうか。金ばっかりですね。あ、こいつか。厄介なんだよね、あいつね。巻物どうしましょう。まあ、とりあえず保留にしようか。なんかいらないものってあんのかな。鉄の矢もいらないか。ちょっと鉄の矢いらないわ。置いていこう。で、こいつね。地雷。ちょっと地雷嫌だな。地雷仕掛けて戦いたくない。毒矢の罠。じゃあ。もう十分経験値稼いだ感じかな。しかし金ばっかり。ギターは使っちゃって大丈夫ですね。なんかいる。地雷や。畜生、地雷ができちまったぞ。水ないんだよね。どうするか。行ってしまえ。
あ、できてなかった。よかった。おお。ちょっと待って。こっちに来い。おお。ピクサー。おっ、いっぱいな。ふぅ。ここ杖とかないのかな。そういえばアメンジャか、いっぱいいるな。まさかモンスターハウスではないのか。あ、あった杖。キルの杖なんだろう。なんかいらないもの、いらないもの。よし、じゃあ、おにぎり食べちゃおう。おにぎりしまった方がいいよね、これね。しまっちゃおっか。よし。せーす。おっと、びっくりした。杖できれば早々に確認したいんだけど。どんそくやだな。おお。あ、大丈夫だ。よし。ちょっとやや拍子抜けなところはあるな、ぶっちゃけ。まあ、うまくいってて嬉しいんだけど。さーて、いつから厳しくなるかだな。実際問題は少し敵を待とう。右上に何かあるかもしれないけど。なんか怖い。あ、来た。杖振るぞ。吹き飛ばし。木、いらないか、そろそろ。吹き飛ばしてたってことは。ちょっと、使ったことないから使ってみます。どんな感じなんだろう。あ、ダメージがでかいんだ。そっか。なるほど。じゃあ次回の冒険では有効に活用しよう。さて、よし行こう。おお、こいつ魔法反射だな。あ、間違った間違った。でも盾呪われちゃってもいいか。ちょっと待て。あ、あっと、ちょっとやだな。あ、ふう、ジランや。強いんかな。あ、なんとかなる、大丈夫だ。よしよし。あ、ちょっとここでやだよ。ちょっとそういうのやめてほしい。水ないか、マジで。ちょっと入り口に、入り口っていうか出口っていうか入り口っていうか、ああいうところにね、あれはちょっと困ったもんだね。死にたくないな、そんなことで。で、巻物なんだろうな。あ、なんかいるぞ。大将。盾の性能が追いつかなくなったあたりが、ちょっとまずい感じだよな。こいつどのくらい HP なんだろう。クマのような巻物。巻物読んでしまった方がいいかな。とはいえ、拾っちゃおう。氷か。水じゃないんか。拾っちゃった、普通に。
部屋の終わりに通路って嫌ですね。ちょっと勘弁してほしいわ。ちゃんとしっかり探索しますね。あ、なんかいる。味しようやん。あ、ちょっと待て。どうするか。あ、落ちこない。手封じ。手封じ置いていこう。これで終わりかな。じゃあ行こう。手封じいらないよな。でも何回使えるかもしれないよな。でも間違ってつけちゃったりゲイズされたりしたら大変だから置いていきます。まあ一応危機管理のつもり。7回。ああ。こっち封印だっけか。封印ですね。あ、なんかいる、なんかいる。あれ？戦車だったか。あ、水かな？水だ。なんだ？強いぞ。あ、こいつか。じゃあ、お金使っちゃおう。そろそろ堪忍袋倒さな、モンスターハウス。そうか。ちょっと待って。ここでやろう。うわ、大変なことになってるんだけど。どうしようか。戦車になっちゃうね、ここだと。どうしようか。なんとかなるかな、でもな、戦車。水があるし、大丈夫でしょ。まあいいや。倍速が怖いからな。お、すげえことになってるぞ。すげえことになってる。怖いんだけど。あ、あ、大丈夫だ。大丈夫だよな。大丈夫、大丈夫だ。おそらく大丈夫だ。テンションになった。どうするか。早くこっちに来い。水。よし。ふぅ。あっと、高飛びか。アメンジャーが嫌だぞ。あっ、びっくりした。アイテム全然うまくないんだけど。くそー、これ罠ばっかりだと大変なパターンじゃないか。モンスターハウス大丈夫だったけど、戦車来たな。魔法弾で倒して経験値もらっちゃおっか。
今ちょっとミュートにしてみたんですけど、一瞬効果あったかな。大砲弾使っちゃいますね。あ、はい、おはようございます。そうね、早いっすね。4時ぐらいからやってたかな。うん、やっぱりなんかさっき、一瞬ミュートにしてみたんだけど、効果あったのかな？なんか、なんて言えばいいのかな？ノイズ？ノイズね、困ったもんですね。封印。あ、ちょっとこいつはやだな。あ、そうですか。じゃあ意味ないな、ミュートは。参りましたね。ちょっと、直し方がないって感じだな。どうしたものかな。まあ、ちょっとしばらくゴミはかけちゃうな、そうすると。識別が1個あるんだ。気がつかなかったけど。じゃあ、巻物確認しますかね。一応あるか。一応、全部確認できる可能性もあるし、全部出しておこうか。何でしょうか？あ、しまった。そうだった。読みます、読みます。爆睡か。いいじゃないか。爆睡ね。で、これ空振りなんですよね。空振りゼロ回は貴重だからぜひ持ってきたいんだけど。あ、階段ここだし。とりあえず、いいかな。まあ、最後に、アイテム整理して、持っていこう。これどうしような。使っちゃおうか。21ギターか。普通に倒した方がいいかな。アイテム使って倒せんだよな、こいつ。よし。いい感じですね。で、左の方にもうアイテム、あ、そっか、まだアイテムわからないんだっけ。そうだった、アイテムわからないな。水、くんどこ。よし。巻物。なんだろうなぁ、巻物。すげぇ気になるんだけど。巻物読んでいこうか。炎上はもうないよね。読んじゃう。あ、そうか、びっくりした。あら、読んでいいんだ。ふぅ。よし。じゃあ行こうか。巻物読んでしまおうか。なんか来るなぁ。あ、アメンジャか。あれ、アメンジャか。空振り投げられちゃうぞ。あ、お疲れ様です。次はもうすぐやりますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ、切っちゃおうか。はい、ご視聴ありがとうございました。